リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八嶋です。よろしくお願いします。今日は、お尻の筋肉とあとももの裏の筋肉両方一緒に鍛えられるバランスボールを使ったヒップリフトをやっていきたいと思います。でお尻の筋肉はもちろんヒップアップにも効果的ですし、あとももの裏側の筋肉っていうのも大きな筋肉なので鍛えてあげると代謝がすごく上がって、脂肪を燃焼しやすい体になるのでやっていきたいと思います。でバランスボールの上に足を乗っけていただいて、そのまま仰向けに寝転がります。で始めは手は横で OK です。でここから息を吐きながらお尻を上に持ち上げるんですけど、それと同時にこんな感じでバランスボールをかかとをお尻に近づけてくるような感じで引いてきます。なのでこんな感じです。 できれば1回ずつこうストンと下ろしきってしまわないで、ちょっと腰は浮かせたところ、そのまま2、3というような感じで続けていただけると、よりこのももの裏側の筋肉とお尻の筋肉を鍛えることができます。で女性の方ですとやっぱりその代謝を上げるっていう意味でももの前のトレーニングをしたりとかすることが多いと思うんですけども、やっぱり足を太くしたくないっていう方は特にももの裏側の筋肉っていうのが重要になってくるので、すごいおすすめなトレーニングになります。では早速やってみたいと思います。という感じになります。で今は手を体側体の横でやってたんですけど、慣れてきたら手を胸の前に組んでやるとより負荷が上がってしんどくなるんですが効果的なので、ぜひ皆さん合わせてチャレンジしてみてください。